ミレニアム G400MAX G400 はカナダのマトロックス社が製造していたグラフィックチップである。1999年に発表された MAGA G400 をはじめ同製品をベースに開発された MAGA G450、MAGA G550 も本校で取り扱う。なお、本シリーズはチップ名が搭載製品名に関されているため G400 といった場合どちらも指す場合がある。 本校では区別するため、マガ G400 とした場合はチップを指し、G400 とした場合は搭載製品を指すこととする。後期の一部製品では、チップ上にの刻印を追加したものが存在する。ミレニアム G400 シングルヘッドと、デュルヘッド同社初のコンシューマ向けグラフィック製品となる、ミレニアム以来、マトロックス社の製品は高速かつ視認性に優れる画質として、 高い評価を得てきた。しかしオパングル、ダークテックスなどの 3D 処理が一般化し、かつ他社製品の 2D 性能の底上げが行われてくる。中で 3D 処理能力で及ばないマトロックス製品は徐々に時代遅れになっていった。この状況を挽回すべく従来の同社製品より飛躍的に 3D 性能を高めて投入されたのがマガジー400である。 0.25マイクロメートルのプロセスルールで製造され、前作のマガ G20 例より3倍高速という 3D 処理能力に加え、環境バンプマッピングにハードウェアレベルで対応し、表現能力も高まった。上下で独立した128ビットのメモリバスを持ち、当時最新であった AGP4X にも対応する。さらに画期的であったのはチップに2系統の 画面出力機能に標準対応し、セカンダリ、ラムダッツとビデオ出力エンコーダを兼ねたまが、トボチップを搭載することで、デュアルヘッドと呼ばれるマルチディスプレイ機能を実現したことである。これにより1枚のグラフィックカードでマルチディスプレイを実現することが可能となった。以降、各社のグラフィックチップでもマルチディスプレイ機能が標準機能となっていく。 目立たないが G20 例に引き続き DVI、i 出力コネクタやキャプチャカードをオプションで拡張できるよう基盤に様々な汎用拡張コネクタが準備されているのも特徴である。このシリーズから t v 出力機能が標準装備化されたため長くメディアユース機能の専用シリーズとして親しまれていたミスティークシリーズは姿を消している。 マーベル G400TB が MG400RT 2000RT2500 レインボーランナー GG400 フラッテパネルマガ G400 チップ自体はすべて AGP4X に対応しているが同製品の出荷当初は同規格に対応したマザーボードが少なく相性問題を避けるために初期の製品は基板側で AGP2X までに制限されて出荷されている 4X に対応した製品は型番に 4A が追加されている。ミレニアム g 4 5 0マガ g G450 はマガ g G400 の改良版として例々に発表された。製造プロセスルールが0.18マイクロメートルに引き下げられ、マガ g 4 0 0では別チップとなっていた、セカンダリラムダッツビデオ出力エンコーダーチップと TMDS トランスミッター統合した。 これによりマガ G450 のみでデュエルヘッド、TB 出力および h 系等の DVI 出力も可能となった。G400 で高く評価されたデュアルヘッド機能も細かい設定が可能なように改良されている。さらにメモリを DDR スタラム対応としたが、メモリバスは64ビットに引き下げられた。同社の説明によれば、 マガ G400 と同等の性能を確保できるとのことであったが、実際には若干の性能低下となった。さらにこの時期は、NVIDIA 社が投入した G-Force シリーズを皮切りに、3D 性能が再び劇的に向上し始めた時期であり、旧型となった G400 にも劣る 3D 性能を持つ同製品により再び、マトロックスは 2D だけの評価に逆戻りしてしまう。 反面、優れたマルチモニタ機能と安定性は高く評価され、同製品を搭載したミレニアム G450 はビジネス用途として長く販売されるベストセラーとなる。なおコストダウンのため G400 にあった様々な汎用拡張コネクタは RT シリーズとの接続に必要なコネクタ一つを除いて廃止され、これに伴い初代ミレニアムシリーズ以来続いていた。 キャプチャ機能 TV チューナーアドオンのレインボーラナーシリーズもラインナップから消えることとなった。ミレニアム G450SH セカンダリがシーリングされている。マーベル G450 イタブマガ G550 はマガ G450 の改良版として1年に発表された。マガ G450 と同じく0.18マイクロメートルプロセスルールで製造される。 主な改良点としては TMDS トランスミッターを2つ統合しに系統の DVI 出力に対応したこととヘッドキャスティングエンジンと呼ばれるハードウェア T&L 機能を搭載したことである。しかしこのヘッドキャスティングエンジンは t v 会議などで使用することを想定した同社の提供する専用アプリケーションからしか利用できず一般的なゲームアプリケーションなどでは利用できない。 性能的には G450 から若干の高速化が行われ G400 と同等になっているものの、すでに他社競合製品に対抗すべくもない状況となっており、高画質 2D 専用のフレームバッファーとまで言われるに至る。しかしマガ G550 を搭載したミレニアム G550 は DVI 出力を2系統備えたモデルが安価に提供され、 標準モデルも1系統の DVI 出力を持つ点が評価され G450 同様にビジネス用途で長く販売されるベストセラーとなる6年には世界初の PCI Express-1X 太陽グラフィックカードであるミレニアム G550PCIe が発表されたなおこのシリーズではキャプチャ機能や TV チューナー付けモデルのマーベルシリーズはリリースされず 以後のラインナップから姿を消すこととなった。また最後まで残っていた機能拡張コネクタも RT シリーズとの同期用接続コネクタが PCIe 版からは省略され、以後、マトロックスの GPU からは姿を消すこととなった。G550 の発表当初、マトロックスは G400 を大幅に改良し性能を高めた g 8 0 0を後継製品として計画していたが、 期待通りの性能が出なかったので型番を控えめにして G550 として出してきたのだという噂が流れた。しかし前述のように MAGA G550 は MAGA G400 のマイナーチェンジ版である MAGA G450 のさらにマイナーチェンジ版に過ぎず G400 の大幅な改良版とされる G800 とは全くの別物である。 結局、G400 の次世代後継製品としては2年のパーヒーリア -512 を待つこととなる。G400 シリーズに搭載されたデュールヘッド機能は以下の各モードを持つ。いずれの機能もセカンダリとして TB 出力を利用できる。ありがとうございます。